さあ行くぞ。駐車場あんの？熊手だって目合わせなかったらいいって無視してあげたらいい。今確かこの時間発動しないで。いやー、北海道もね、本当に夏らしさを感じるようになってきたなっていうことでね、7月下旬を過ごしているんですけれども、暑いのは苦手じゃ。でも寒いのも苦手じゃっていうところで、暑がりでもあり寒がりでもあるっていうね、まあいわゆる普通の人なんだけど、僕自身はでもね、やっぱり極端に暑いのって嫌じゃんっていうところで外には出たくないんだけれども、ただね、奥さんがこう仕事の休憩中で LINE をくれたんですけれども、その時にね、換気扇のフィルター買ってきたっていう風に言われて、すっかり忘れてたんよ。いや、もう長男をドライブに連れていくことしか考えてなくて、すっかり忘れてたよねっていうところで、今から買い物に行くんだけれども、外暑いっ
ってマジで行きたくねえけどさ、まあしゃあないよね。でその奥さんっていうところで話をしていくんだけれども、あの結構ほら動画とかで僕が家事をしているっていうところを撮るんだけれども、でそういった中でねコメントとかで奥さんって家事しないのっていうふうにごくごく稀にねコメントが来るんですけれども、あの奥さんの方が僕より家事してるんで、あのそこだけちょっとね勘違いしないでほしいなっていうふうに思いますね。あのねやっぱり動画外で起きてることもあるからね、うん、動画で映ってることが全てじゃないよっていうところだけねちょっとお伝えしておきたいなと思ってね、なんとなく今お話をしました。長男はねあの遊びに行きました。ちょっと公園で遊んでくるっていうところで水分も持ったし大丈夫なんじゃねえかな、しっかり水分だけ取れやっていう形で言って、行ってらっしゃいっていう形で言ったんで、今日何度になるんだろうね、北海道も27、8度くらいがね、気温見てないけど出る気ないから、眠たいけど行ってくるか。皆さんねでも働いててさ、本当にお風呂会場とかでもやっぱりマスクしてると思うんですけれども、脱水にだけ本当に気をつけていただきたいなというふうに思います。なかなかね換気もできないからさ、その解除中って換気扇はずっと回しっぱかもしんないけど、でも変に窓開けたりしたら今度そこから入ってくる風が寒いっていう人もいるじゃない、利用者さんでぶっ倒れるぞっていう話なんだけど、でもまあ感覚がねこう鈍くなってるからしゃあないんだけどさ、だるいな、眠たいんだよな。あなたと街で出会う喜び探してウフフフ、なんだこの歌詞、見つけてウフフフフ、あなたと街で暮らしの中でいつも輝く、ほっほっほーまく。はぁ、眠たい。はぁ、帰って寝る。じゃあ皆さん、熱中症および脱水にはならないようにお気をつけください。バイ。